ミニミニ放送局。放送局どうもコンソメパンチ木村です。どうもみーちゃんです。どうも後藤貴弘です。はい、ということでね、まあ、ツアーの話してますけど、うん、はい、バーベキューに、前回はバーベキューのね、以上なんでや、ツアーの思い出ありますよ。もう初日が三重で、うん、まあ、バーベキューもしたり、うん、ライブもいい感じで盛り上がって、うん、天気もよし、お客さんも海行ったりしてましたけど、うん、次の日が富山ですね。そうですね、富山行ったな。もう富山は、ツアーもそれこそ毎年ね、前回も秋も冬もやってますから、うん、岡崎家の次男伝次郎君がね、主催を今回もしてくれて。そうやな、そうですね、もう正午ですよ。いやでも俺お父さんおらんかったらできんくない。やめなさい、そういうこと。でもお父さんもその伝次郎のちゃんと思いが、うんうん、ちゃんと乗ってないとすごい、あの OK 出してませんから。なんか待てな、はい、思い乗ってない主催って何証拠のなんかお父さんなんか主催し、なんか別にええんやけど進めようみたいなこと。どういうこと。そうなんじゃないですけど、ちゃんと伝次郎もお父さん説得して、こうやからこうやりたいんだってプレゼンして勝ち取ってますから、主催をね。そうなん。でも証拠の時ってさ、何してたの。俺証拠の時は何やろうな、俺音楽界で初めて楽器ちゃんと弾いた年やわ。何の楽器。アコーディオン。それ以外は大体リコーダーとかやってるけど。せやな、せやな。俺リコーダー、あ、いつも隣の人の指の動きをコピーしててワンテンポ遅れて、しかも吹いてないねやんか指コピーで吹いてないって、もう吹いてないやんでも5年の時だけ初めてアコーディオン完璧にマスターした。すげー、あ、いいやん、アコーディオン、いい経験やね。そんな頃、レンジローはアコーディオンマスターせずに主催してますいやいや、ドラムも頑張ってるからです。レンジローはね、あのドラム頑張ってる男の子なんですけど、お兄ちゃんもギターをね、ね、お兄ちゃんのソウちゃんもギターをやってて、で、兄弟で一緒にアコギのライブに一緒に入ってくれるっていうね。いいですよね、ほんまに。まあでもレンジローってさ、うん、次男やからレンジローやんか、はい、なんでお兄ちゃんソウジローなんやろな。太郎なえ、ソタロウな。タロウなんや、うん、タロウジロウですからね。あ、そうだ。いや、ほんまにあの岡崎家のみんなね、うん、ほんまに家族の仲が良くてさ。仲ええな。お母さんがさ、お父さんへサプライズをさ、するとかってやっぱあんま見えへんやん、その家族のあれとして。あ、まあ確かにな、なかなかないな。なんかすごいいいものを見させてもらってる感あるよね。ちょうどトイレ行ってたわ。最悪やな見どころやったのに。あ、見どころやったんや。まあでもサプライズやからね、どこで起きるか分からへん、ね、そうやねん、油断してたわ。あのアコギのさ、ライブって基本的にさ、ユウさんが1曲最初やって、そうね、トップバッターにつなげるやんか、うん、でうちはそのつもりでさ、こう廊下で見てたわけよ、うん、そんでその時うちらちょっと CD も焼いてたじゃないですか、新しい CD を。そうね、うん、焼いてました。だからちょっとそっちも見ながらやってるけど、いきなりオケが流れ出したやんか。ああ、ね、あのプロレスの入場みたいなんですよ。めっちゃびっくりしてさ、うち、ユウさん1曲目置けないやと思ってさ見に行ったら陽一コールが、岡崎家のお父さんの陽一さんのね、陽一っていうコールが始まって、でお母さんのさっちゃんのサプライズにしたっていう。ああ、サプライズね。素敵な始まり方やったなと思いますけどあれやったら最後ですけどね。え、最後やけど。最後ですけどね。あ、今なんかもうイベントの頭の1曲目の、うん、まあいいな、サプライズね。ほんまにサプライズ。でも高井君嫌いなの。僕はな、嫌いじゃないよ、苦手ってだけ。されるのが苦手なの。そうそうそう、うちらはいつでもな、しようと思って。まあ全然したいけど、まあ後藤君おろせ全然できんかいや、まあだ勝手にやってくれたらいいやん。勝手にしたいんけど、やっぱ仲間多いやん、俺らって。いや、その、僕にされるのは、いやいやっていうだけで。いやいや、もうでも、しかも一緒やん。俺ら、重い人やからさ。ダッサ。おもんちゅうやから。おもんちゅう。おもんちゅう。重い人と書いて、おもんちゅうって読まんから。おもんちゅうやからさ。おもんちゅうか。ないがしろにできんねんな。まあでも、まあなんていうやろ、その、いや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 言うてたら、はい、何もまあ、その、何も生まれないですから、うん、まあ、ちょっとやっぱこうその最近ね、はい、その嫌やなって思うことも少しずつこうトライしていこうかなってちょっと思ってますんで、はいはいはい、まあ、サプライズ
するよっていうことを教えてくれたら、まあ、全然しますよ。ちなみに後藤貴弘君の誕生日が11月29日ですので、皆さんサプライズどしどしお待ちしておりますということで、今日はここまで。ゆみゆみ食堂 YouTube チャンネル登録よろしくな。